ワンピース海賊無双法にござる。はい、よいよ。Got a whole free for all going on over here. Oh, you froze them and then I hit them. Conqueror's hockey. They instantly got taken out. It took them out instantly. The bridge. Cavendish, really? Bartholomew! Conqueror's Hockey, baby! Knocked them all out just with that. Oh, Bartholomew, he's telling us not to get closer because he's a fan. に育てられたって本当か？そう、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えにこの国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ、えー、Bブロック勝者はバルトロメオ。
いが始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよ、ルフィ。あ、どこだ、窓の外か。ゾロ、ティエモン、どうした。ゾウ殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ、海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞ、ルフィ。マジか、ワーラ。サンジ、そっちはどうなってる。順を追って話すぞ。まずドフラミンゴの多い放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂、トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。分かった、トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラの実、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には変えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさと殺しちゃうから出てこい、ルフィ。俺たちは先に向かってる。ゾロゾロ、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。助けに行かねえと。出口どこだ。レッドホーロケットよっ。ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。ソフィーも甘いな。優勝を逃した男にまたチャンスを。大会が終わるまでに型をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。出口どこだ。待て、久しぶりだな、麦わら。あ、チャンピオンのやつ、なんか用か。うん、そこにいるのか、麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ゼハー、大会に出場中らしいな、ルーシー。だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。ゼハー、おいマジス、麦わらを見極めるいい機会だ。派手に暴れてこい。任せてくれ船長、存分にぶちのめしてやる。ウィーハハハ。ウィーハハハ。メラメラの実はいただくぜ。早くあの能力を使ってみてえな。ふざけんな、お前らには渡さねえと言っただろう。Oh, I'm gonna beat the shit out of this bastard. 船長はエースを仲間にしたが。Oh, you're already on him. お前は俺がぶっ飛ばす。Oh, he's already dead. Okay. Oh, shit. He did not last. Oh, and now they beat him up.Wait, why is Bell? Oh, right, he doesn't fight us. That's not the right one. Serami, お前に聞きてえことがあるんだ。お前のようなんざ知らない。
俺と戦え麦わら。Oh, now he's fighting us. He's already down. Hell yeah.Oh shit, the nutcracker guy. Oh shit. Yamate. Fucked up, bro. So many commanders! You already killed him, so it ended the whole thing. There were so many commanders, we could've got so much shit for that. Fuck. You really are the real treasure stealer. God damn, you cat burglar mommy bitch. ベラミー、悪いけど俺急いでんだ。外に出てんだけどよ、出口がなくて。このコロシアムに出口なんかねえよ。選手は一度入っちまったら二度と出られねえ。どういうことだ。お前ミンゴの部下だろ。なんか知ってんじゃねえか。頼む、仲間がやべえんだ。俺は今から外へ出る。ついてくりゃお前も出られるかもな。そうか、ありがとう。連れてってくれんだな。お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある。わかった、じゃあつけてく。
ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんだ。ほら、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊王のお役に立てるなら本望だべ。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。あ、何者だ、ルフィ先輩に気安く声かけやがって。俺だよ、ルフィ。おい、お前、俺はルーシーだ。見ろ、このヒゲ。変装したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ。弟？あのな、俺を弟と呼ぶのは死んだエースと、もっと昔に死んだ、死んだ。サーボー！嘘だ！昔エースとお前と三人で杯を。ありがとな、ルフィ。生きててくれて嬉しい。でも、サボ、俺は目の前でエースを殺されて。ああ、エースは死んだけど、お前だけでもよく生き延びてくれた。俺は何もできず、二人の兄弟を失うところだった。お前まで死んでたら一人ぼっちになるところだった。ありがとう、生きててくれてありがとう、ルフィ。メラメラの実は俺が食っていいか？うん、それがいい、それしかねえ。ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていた。レベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となる。キャベンディッシュの内に眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒し、レベッカ以外の出場者を一掃。その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名。アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く。一方、予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた。彼らは皆ドン・キホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられ、ファミリーのために働かされていたのだ。おもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうため、その事実に気づく者はいない。打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊はこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィはこの国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。その頃、決勝戦が行われているコロシアムはおもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。
7秒。